はい、バリアフリーバイエル59番です。お聞きいただきまして、はい、59番は8分の3拍子、ちょっと聞き慣れないものですね。8分の6拍子っていうのならなんとなく聞いたことあるかもしれませんが、8分の3拍子で、4分の3拍子というのは四分音符を一拍として一つのお部屋、一小節に、3つずつ数えていきましょうねという音符なんだけど、その3つずつ数える単位が8分音符ということになるんですね。はい、とにかく8分音符が1個ずつ並んでいるというふうに思っていただいて、それが、左手にほぼ現れてますので、はい、左手からいきましょう、ね、そう、伸びているところは3つ伸ばすし、伸びていないところは全部3つずつ打っていくのが左手です。はい、ドミソから始まります。1、2、はい、これ2回やります。シレソ1回、ドミソに戻ります。シレソ2回、ドミソを2回、フレーズが変わります。ドミソ2回、シレソ1回、どうぞ。はい、ドミソに戻ります。ファミレソで、ドミソドです。それよりも下に下がったソシレ、ソドミ、ソシレ、ソドミ、ソドミ、まだ続きます。はい、ソ、オクターブ上のソに、ドミソの1回、シレソ1回いきます。ドミソいきます。はい、ファミレソ、ドミソド、2、3、はい、じゃあ右手参ります。右手はミレミファ、こういうタイミングで入ります。何かを弾いたら一つ、まあ、叩けるぐらいね、もし手を、指を伸ばさないで手を使っていいんだったら、うーんって間に打てるぐらいのタイミングです。ミ、はい、ミレミソファミドレミファソミドミレミファソファミドレミファシドレドミドドミファレシドミファレシドドミレドレミレレミソファレミレミファソファミドレミファシドレドミド。というふうに、なっております。はい。で、ここで、音楽をやるには、やっぱり表があったら裏があるというかね、同じ音を弾くんだったら、こういわゆる大中小みたいな感じにこうやっていくのが、聞き手にも伝わるし、自分もやってて楽しいんですね。なので強弱記号というのの説明が、書いてあります。で、ちょっとご覧になれない方のために、ここに書いてあることを読んでおきますね、うん、
で、クレッシェンドという言葉が出てきます。このクレッシェンドというのがだんだん強くという意味ですね。私の場合は強くというとすごく力を入れてやるっていうイメージがあるので、だんだん大きくと思いましょうねと言ってますけどね。はい、ディミニュエンド、デクレッシェンド、これどちらでも同じ意味です。言い方が違うだけですね。だんだん弱く、私の場合はだんだん小さくという記号が出てきます。はい、でどこにそれがあるかというと、59番はね、ここにあるんです。ここからクレッシェンドでディミニュエンドみたいなものがついてるんですね。はい、でアクセントという記号にもこの59番は注釈が載っています。アクセントというのは中間部のファレシドのところについてるんですね。ね、この3つについているので、なんとなくそこにアクセントがあるっていうのを思っておくといいかもしれません。はい、私が一番最初に弾いているものは特にそういうものを強調していませんので、ご自分で、音楽を作っていくといいかもしれません。はい、最後です。ここに書いてあることも一応読んでいきます。強弱に関する標語と記号についてというふうに書いてあるんですね。読んでいきます。曲の表情を具体的にするために速度標語とともに強弱を示す標語とか記号を書き入れます。しかし強弱に関する標語は絶対的なものを表しているわけではなく、比較的な強さしか表現することができません。つまり、0から100の数字でもって、クレッシェンドはじゃあ、10から80までやるんですかって、そういうことは言えないということです。前を弾いていた、音よりも大きくなればクレッシェンドだし、それよりも小さくなればデクレッシェンドだしということですね。アクセントも今まで弾いていた音よりもちょっとだけ、目立てばアクセントになると、そういうふうになっております。はい、でこれを展示で、いわゆる翻訳と言っていいんでしょうか、楽譜を点字でこう書いたものをお持ちの場合、この強弱記号まで、点字でもし、書いていなかったら、これをちょっと参考にして59番作ってみてください。はい、では60番です。